セディナは三井住友フィナンシャルグループの SMBC ファイナンスサービス株式会社が展開するクレジットカード及び審判のブランド名である。本校では2020年6月30日までに待っていた株式会社セディナや株式会社セディナの前身会社の一つである株式会社 OMC カードについても記述する。1950年 ゲップ百貨店事業を営む株式会社丸教として設立。長らく大手、スーパー大英参加にあり、クレディセゾンやイオンクレジットサービスらとともに流通系クレジットカード会社として発展してきた経緯を持つ。1988年にはビザを呼び、マスターカードと提携。先行していた日本審判や西部クレジットとともに、 国際ブランドデュアル発行の先駆けとなる。2001年に大英グループであったローソンが三菱商事参加へ資本移動したことに伴い、ローソンカードの取扱いを終了。2002年に竹藤が大株主として資本参画し、社名を OMC カードに変更した。その後はリボルビング払い専用カード自由だの発行開始や、 既存カードのキャッシング利用時のキャンペーンを実施するといった利息手数料収入の増大を目論む施策が図られた2003年より大英店舗で実施していた仮カード即時発行のノウハウを活用し IY カードサービスが発行する IY カードの伊東洋家同系店頭での入会審査業務を受託する2007年4月にプロセッシング部門を プロセントとして独立し、エポスカードが、資本参画している。流通系クレジットカード会社においては長らく、カード発行枚数2位であったが、2008年には、イオンクレジットサービスに次いで3位となった。コンピュータにより、クレジットカードの不正利用を検知するシステムを他社に、先駆けて2001年に導入するなど、不正利用対策に、積極的なクレジットカード会社とされている。 大英の経営再建に関連し、大英の有利子負債の圧縮のため、他のクレジットカード会社等へ売却されるのではないかという憶測が広がっていた中、2007年7月に、三井住友フィナンシャルグループとの提携が発表され、大英の保有していた OMC カード株が、三井住友銀行に売却された結果、2008年2月に、大英は、親会社ではなくなった。 三井住友フィナンシャルグループ参加会社となっていた株式会社 OMC カード株式会社セントラルファイナンス株式会社クオクの3社が OMC を存続会社として合併し2009年4月1日に新会社セディナを発足した OMC と CF が上場企業であったこともあり SMFG カードクレジット参加で合併した後もセビナとして当初と名称に上場を維持したしかし過払い金返還請求が相次ぎカード業界の経営環境が厳しくなる中経営効率化を進めるために2011年5月に株式交換を行い FGCC の完全子会社となった今後同じ FGCC 参加の株式会社 三井住友カードとの合併も視野に入れている。合併に際して、旧三社が発行してきた各種クレジットカードは原則、セディナとしても引き続き発行し、加えて、セディナのハウスカードとなるセディナカードを新たに発行することになった。システムとしては、OMC と CF が構築したものが並存している。ダイエ イオングループ各店でのご有待例の特典は、マルエツを除いて2016年2月28日を、もって終了した。企業イメージキャラクターは、俳優の矢原翔介を起用。2018年9月28日に、SMFG は、キャッシュレス決済戦略の推進のため、2019年4月1日を、もって三井住友カードを、同社の直接の子会社とし、 セディナを三井住友カードの子会社とすることを発表した。株式取得の具体的な方法は明かされなかったが、2019年4月1日付で三井住友カードが FGCC を吸収合併したことが国税庁の法人番号検索サイトで確認された。2020年7月1日には2012年3月31日に子会社化した。 SMBC ファイナンスサービスを合併し、セディナは SMBC ファイナンスサービスに社名変更された。社名変更後も、セディナは SMBC ファイナンスサービスのブランド名として残り、セディナの公式サイトも SMBC ファイナンスサービスの個人向けサイトとして URL の変更を行わずにそのまま存続されている。 統合以前のセントラルファイナンス及びクオークの遠隔は各々の記事を参照のこと。次第値の社名はクレジットエクセレンスダイナミクスの頭文字を取った造語。次第値の C と C の中にある玉はお客様視点の目であり、お客様一人一人の新しい暮らしの夢と満足をダイナミックに支援にしていく意思を表している。また、玉は地球であり、 グローバルな視野を持っていることを表現している。本節では、カード圏面に、次第にロゴが表記されている提携カードも述べる。カードのは、セディナカードや、OMC カードと同じ OMC のシステムを、は、セディナ CF カードと同じく、セントラルファイナンスのシステムを使用。旧法人から発行を継続している提携カードでは、OMC ロゴや CF ロゴから、 次第ネロゴに変更したカードもある。旧オークから継承したカードは、システム上は、セディナ CF カードと同じ扱いとなる。ビジネスカード、コーポレートカードなどの法人カードについては、JCB のフランチャイズとして、JCB 本体に準じたラインナップのカードを発行している。合併後、OMC カードに加え、新たに、セディナカードを発行開始した。 CF カード、クオークカードについては、セディナ CF カード、セディナクオークカードにそれぞれ名称変更され、マークもセディナのものに変更された。OMC カードのロゴは、既存のままで変更されていないが、一部のカードでは、セディナのロゴと併記されているものもある。SMFG カードクレジットの完全子会社となった2011年5月以降、 提携カード事業を大幅に縮小している。カードの締め日は、毎月月末締め、翌月27日に、指定口座から自動引き落とされる。ご利用日から最長60日、最短27日の支払い猶予がある。クレジットカードの利用に際しては、悪意のある、第三者による、不正使用が常について回るものであるが、そういった、不正な使用の多くでは、 カードの本来の持ち主の通常の利用パターンと極端にかけ離れた使われ方がしばしば発生する。例えば、高価な商品を立て続けに購入、あるいは超高額の商品を突然購入する、高額のキャッシングが行われるなどのパターンがあるとされる。こういった使用ケースであっても、その都度の利用額がその月の限度額以内であり、かつ盗難や紛失などの届け出が、 会員からされていなければ、店頭に設置してあるカード読み取り機を通過し、またはカード裏面のサインパネル部分に記されたものと同じサインを提示された場合は、店舗側としてはカードを提示した人間をカード会員本人であると認定するほかないのが現状である。こうした不正使用を未然に食い止めるため、OMC カードでは、ファルコン TM という名称の不正利用検知システムを 国内のカード業界で初めて導入した。これは、いわゆる人工知能を応用したもので、まずカード利用者の通常の利用パターンを学習し、次に店舗側から予診紹介のあった商品の利用額や購入物品、購入店などの内容に関する分析を行い、それが通常の利用パターンとどれだけ離れているかを例から999点の 特典で表すシステムである。この点数が高いほど不正な利用である確率が高いとみなされ、店舗側には確認のための連絡が入り、本人確認が電話によってカード会社と直接行われる場合がある。不正利用検知に使われるアルゴリズムなどは部外者による悪用を避けるため非公開とされている。OMC カードの CD で利用可能だった金融機関名は、 以下の通り、クレジットカードなどの信用審査を行うために、以下の信用情報機関に加盟する。AB 三井住友フィナンシャルグループの完全子会社である SMFG カードクレジットを通じたセビナの完全子会社化について株式会社。 三井住友フィナンシャルグループニュースリリース平成23年1月28日 SMBC グループのキャッシュレス決済戦略の推進に向けた新たな体制整備について三井住友フィナンシャルグループ三井住友カードセビナ共同 https://www.smfg.co.jp/.news/.pdf/.j2018092802pdf2020 年3月13日閲覧。丸京は、東京、亀戸発祥のゲップ販売を中心とした、百貨店。中野の丸い、渋谷の緑屋と並びワップ三大百貨店と呼ばれた。なお、 亀井戸の旧本店は現在ドン・キホーテになっている。リッカーは元来、ミシンメーカー。カップ販売で急成長し、クレジットに関するノウハウは豊富だった。経営破綻したところを大営創業者の中内が救済。OMC カードと三井住友フィナンシャルグループとのクレジットカード事業における戦略的提携について、 セディナカード、セディナカードゴールドの発行に関して株式会社、セディナ、https コロンスラッシュスラッシュ w w w c e d y n a c o j p スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ 090406.pdf 2020年7月28日閲覧。 三井住友フィナンシャルグループの決済代行事業の再編について三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行セリナ smbc ファイナンスサービス https://www.smbc-fs.co.jp/.kilobyte/.pdf/.120229.pdf2020 年7月28日閲覧 セディナカードラインナップを拡充し、続々と、新カードを発行。株式会社、セディナ、https www.cedynway.co.jp スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ1303281 pdf 2020年7月28日閲覧。 s m b c j c b カードの取扱い開始に、ついて三井住友銀行、セディナ、https コロンスラッシュスラッシュ www.cedynway.co.jp スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ 1406022pdf 2020年7月28日閲覧。セディナ、セディナプラチノカードを新たに発行株式会社。 セディナ、https コロンスラッシュスラッシュ www.cedynway.co.jp スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ1409292 pdf 2020年7月28日閲覧桜カード合併のお知らせセディナ h t t p w w w c e d y n a c o j p i n f o s a k u r a c a r d h t m l 2 0 1 6年4月4日閲覧。セディナと SMBC ファイナンスサービスの合併に、ついて株式会社、セディナ、SMBC ファイナンスサービス株式会社。 https://www.cedynay.co.jp スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ2003253 pdf 2020年5月17日閲覧セディナアイドリングとタイアップカードを発行株式会社 セリナ、https コロンスラッシュスラッシュ www.cedynay.co.jp スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ130627 pdf2020 年7月28日閲覧。You know 2021年現在は、名鉄ミュー、イスカードの募集を主力としている。2021年現在、 店頭での募集は、オリエントコーポレーションとの提携文が中心となっている。おすすめ、ゴールドカード2019年版まとめ、専門家に聞いて分かった最強ゴールドカードを徹底比較、招買い。2019年10月21日閲覧。ありがとうございます。